弁護士と、まあ、主にこの左翼系弁護士か、うん、裁判官の天下り先、それか法務省で男女共同参画の方々、うん、まあ、フェミニストの方々、うん、そういった連合体、巨大な連合体がありまして、子どもを単なるこう夫婦の痴話喧嘩ぐらいでも、うん、奥さんがその自治体とかの女性相談所に相談に行くと、うん、そこがもう運命の分かれ道で、いかに旦那さんと離婚するかというのを、うん、上手に離婚するかというノウハウ、ハウトゥーを教えられるわけですよ、うんうん、で子どもと一緒に子どもを連れ去って別れる、うん、でもうノウハウ通りにやるっていうことは、ある意味そのシェルターに入るにしても、うん、虚偽の DV を申告しないと、うん、もちろんね、何割かは数パーセントは本当の DV もあると思います。だけれども、うん、そうでないケースであっても DV のでっち上げっていうのをやらないといけない。で、その奥さんと弁護士はそこでも共犯関係になってしまうわけで、だからこの共犯関係のいびつな延長線上に子どもの親権の問題があるので、うん、できるだけこのからくりを連れ去りられた側の親に知られたくない、その勢力は子どもを親に会わせなくするわけです、うんうん、で実際にもう何年も会えないとか、うん、子供と会うために、うん、まあ、裁判官の天下りの場所があるんで、そういう施設に行くと、うん、1時間で1万いくらとか、うん、お金を払ってね、自分の子供に会うのに、うん、たかが数時間ですよ、うん、それも月1回、うん、そういった制約を受けるとか、ひどい場合がこの N 氏のように9年間も会えないと、でその間いろいろもう家庭にも問題が生じていても、手も足も出せないと、これはもう実際日本で拉致が行われたと言っても過言ではないじゃないかと、うん、でも結構その活動家の中には北朝鮮とね通じてるような方々もいますしね、これ私あのやっぱり拉致、北朝鮮が拉致問題を相対化するために、うん、日本国内でこういう実施連れ去りが行われてるということを、これ対外的に外国から日本は連れ去り拉致国家ってレッテルを貼られるようなことにまでなってるんです。マッチポンプでご中心しに行ってね、うんうん、こんなにっていうことを使えて、そうすると北朝鮮のこの拉致問題の相対化とともにね、うん、今度日本の公金、我々の税金を使ってさらに立ちが悪いですよ。で今年間1500人から3000人ぐらいの子どもたちが無残にこう引き裂かれているという現状でね、これは本当に悪質な、早急に解決しなければいけない問題であり、実は安倍元首相が暗殺される直前にこの法務省にメスを入れようとしてたぐらい大事な問題です、うん、これずっとあんたのせい、あんたのせいって細かく書いてるわけですよ。小学生の子がですよ、うん、血まみれとか、もうどれだけ心、幼児虐待、うん、心理的な虐待をシェルターでしてこういうものを書かせたかということが見て取れる。しかもここに後付けだと思われるような形で父親の名前が書かれていた、うん、これね、本当の主語のあんたのせいっていうのは、うん、おそらく娘さんが一番ショックだったことは学校と無理やり転校させられたことだったんですよ、うん、だから私を転校させた主な原因は、うん、この母親にアドバイスしていた弁護士とお母さんの責任を問うていて、うん、あとシェルターの人、うん、自分の周りの相談員、そういった大人たちに対してあんたのせいだっていう心の叫びをこれで表現していると思うんですが、これだと証拠でまずくなるので父親の名前をあえてね、うん、上から入れさせて、うん、本当にね、あのやり口が悪質だと思います。で娘さんはだからずっと9年間引きこもりで1年とちょっと、うん、もうずっと部屋の中の、うん、さらに部屋から出てこなくて、母親も1年以上娘の顔を見なかったと。で母親が外出して仕事に行ってる間、用意しといたご飯を食べて母親が戻ってきたら出ないと、もう母親まで拒絶するぐらい、うん、この子は
わけわからないうちに家庭が崩壊されて学校も転校させられて、うん、父親に対して不本意なこういった陳述書を書かされてもう心病んじゃいますよ。娘さんが引きこもりになったきっかけはどんなことですか？小学校4年の時に連れ去られまして新しい学校で、順応してまして小学校6年までは成績優秀な児童だったんですよ。それが私が、まあ、学校に会いに行った時に警察を呼ばれそれでその時に娘も制服を着た警察官も実際に目撃してましてそれで警察署に、まあ、事情を聞くということで一緒に連れてついていきまして、うん、その後ですね校長先生から直接聞いたんで間違いないんですけど、うん、本人は絶対に転校したくないっていうのを職員室で主張したらしいんですよ、うん、もう激しく抵抗したと、うん、でもそれをお母さんが要は母親が転校させると言ったら、うん、学校もそれ拒否することができないので、うん、もうしぶしぶ転校させたっていうことなんですよね、うん。だから中学校は例えば1日も行かなくても卒業証書もらえるんで学歴上は、まあ、中卒にはなると思うんですけどただ実際は小卒なんですよ中学に行ってないから、どうしてそういう警察を呼んだりとか言ってみればそのお父さんがまともに娘さんや奥さんと話せない隔離されてしまうそれはなぜなんでしょう誰がそうしてんですかねそれはですねもうその弁護士も当然そうなんですけどまあそういうことを要は自死誘拐ビジネスって最近分かってきたんですけど要はもうマニュアルにのっとってそういうことをやってる人たちが間違いなくいるというかですねだから年間3000人から6000人が、まあ、そういう組織に捕まった連れ去りに遭っていると言われておりましてだから要は私と妻子が接触してこういうことが行われているということをその背景を伝えてその母親なり子供がこういうことを理解してしまうと要は騙されてることに気づいたら困るというかですねだからもうそういう犯罪が成り立たないというかだから支援措置を悪用し隔離し虚偽を言わせて離婚させるというもうそのビジネスが暴かれるというかですねだからそれをもう何が何でも力ずくでそれを防ぐというかですねだから